こんにちは。黄金時代が来たらどうなるか。黄金時代が来たならば、後からしみじみ思うもの。いや、私が言いたいのもね、やっぱボットですよね。バイオロボット。そういう人たちと共存していかなきゃいけないと思うんですよね。まあ彼らが残るかどうかわからないけど。だってタルタルヤ帝国でもね、その巨人と普通の人たちと、まあその中間ぐらいの大きさの人たちと、まあ、共存して生きてたわけでしょ。だから、ボットだってね、そのやっぱ見た目は人間なんだし、感情もあるわけですよね。それを無下にね、あっち行けとかね、もう、なんちゅうか、よその星に行けみたいなね、そういうわけにもいかないんですよね。命ある限りは、やっぱりボットとも一緒にね、暮らしていくしかないんじゃないかと思うんですよね。さあ、その後はどうなるかはまた、みんなでね、話し合えばいいことで。アーノルド・シュワルツェネッガーのね、映画の時にも、最後はボットと協力して、そこの会社の社長をやっつけるんですよね。まあ、そういうヒューマニズムもあると思うんですよね。だから、まあ、そのハーフレップは、ちょっとね、やっぱ彼らは支配することしか考えてないんで、人間をね。そこはちょっと排除するしかないけど、ボットたちは、我々は愛情を持って接する方がいいんじゃないかと思ってます。ありがとうございました。